まあ、この風景がね結構馴染みな風景であって、これ結構ね美観地区の中でも有名な建物なんですけど、でね、この街灯なんですけどね、やっぱりその目線の位置より下に、明かりがこの街灯を置いていることで、吉井旅館三輪車って知ってる？いや、わかんなかった。隣のトトロとかで出て行くもの以外は剣付きじゃないけど、そう運転しにくいよ、乗り乗りないで、そうなんですまあ、その天領といえば、倉敷でいうとね、その天領祭りとかね有名なんですけど、まあ今日はね倉敷美観地区というところに来てます。まあ来てますというか、まあ僕のね地元の倉敷のね美観地区と、でこれはね結構ね京都ではないですけど昔ながらのね町並み、白壁の町が見えるということで、でこれね水戸黄門のロケ地になったりとか、結構ねそういうね、いい昔ながらの雰囲気があるということで、ロケ地にもなったりということです。初めてですか？初めてじゃないですね。結構来たことあるんですけど、こういうなんかめっちゃ趣があるところは結構初めて見ました。ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はね、ちょっとね、この美観地区の、夕暮れ時をね、歩いていこうかなということで、今日も始まります。行きます。はい。はい、まあ岡山、といえば、きびだんごということで、ここもね、光栄堂本店と、ここがねテレビのねコマーシャルとかで、あるんですけど、ここが光栄堂本店と、まあ、この風景がね結構馴染みな、風景であって、よくねこの倉敷をねピックアップするときに大体この風景が出るんですよね。で、この白壁の町、倉屋敷、こういうなんか裏の道が結構ね、インスタ映えとかいい感じ。うん、いやなんか趣がありますね、やっぱこういうとこね、うん、大手饅頭の僕よく家でなんか急須にお茶入れてなんか飲むんですけど、もうその時の当てが大手饅頭、大手饅頭、父さんに教えてもらったんですけど、大手饅頭すっごい好きです。でね、これをちょっとまっすぐ行きながら、ということで、一応これ歩行者制限が、歩行者のね規制があると、ことで7時、朝の7時から翌日の午前4時までが、車というかその歩行者と自転車専用になると。これ結構ね美観地区の中でも有名な建物なんですけど、ちょっとね、洋館というかそういう雰囲気のする、建物なんですけど、これがポストと、街並みに合わせてこういう色にしてるのかな、別に赤でもいいなと思うんですけど、やっぱりその辺も、また違った感じで、ここがね中橋ということで、以前ねここねあんまりよろしくない話なんですけど、いたずらでペイントされたりとかあったんですよね、この橋なんですけど、結構ねロケ地というかなったりとかするような橋なんですけど、失礼します、すいません。はい、で、ね気になったこと多分あると思うんですけど、美観地区っていうのはその街灯がねいろいろあるんですけど、電線がね地中にあるんですよ。地中化にね、成功した場所だということで、結構ね全国的にも有名な場所ということで、そう言われてみれば、はい、
懐かしいですね。懐かしいですねというか、三輪車って知ってる？いや、わかんなかった。隣のトトロとかで出てくる運転は見たことないです。すごい。運転しにくいよ。あ、しにくいんすか。原付きじゃないけども、それ乗りないよ。そうなんですか。ここがね、美観地区の本町だったかな。美観地区の中でも、綺麗な、場所だと言われてます。でね、この街灯なんですけどね、やっぱりその目線の位置より下に、明かりがこの街灯置いてることで、よりねこの建物とかがより美しく見えるためにこうしてるらしいですね。吉井旅館で、ここがね、旅館と、昔ながらの人形が、なんかちょっとね、お迎えしてると、目の前にあるのが大原美術館なんですけどね。で、この横しにあるの、左手にあるのが大原さんの奥さんが病弱でゆっくりするという、そういう、あの別宅という奥さんがここで休養されてたあの屋敷なんですけど、年にね何回か一般公開がある、あるとか、そういうような状態ですね。というわけで、倉敷の一部分にあるこの昔ながらの、町、美観地区なんですけど、今日はこんな感じでお送りしました。大丈夫ですか？最後です。いやもうそうですね、やっぱり美観地区ってやっぱりあの岡山を代表するものだと思うんですけど、夜もちょっと違ったね、うん、色味があるということで、まあ、皆さんもぜひ行ってみてください。本当に、はい、面白いね。はい、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。